はい、こんにちは、赤プラスです。今回ですね、トレイルブレイザーですね、作っていきたいと思います。で、塗っていきたいと思います。はい、こちらのね、ちょっとシードっぽいようなね、感じに出てくるロボットです。それでですね、こちらの赤い部分ありますけど、ここ赤ちょっとね、かっこ悪いので、ここはね、ブルーにします。そしてここの下の部分、ここはね、上と同じ色にしていきます。あと、いろいろね、ちょっとストライクフリーダムっぽくしたいと思うので、関節をね、金色にしていきます。それではね、塗ります。とりあえずこの青の部分、さっき言ったね、こちらウエストの胴の部分のね、ところです。赤い部分、こちらね、ブルーで塗ります。塗る色はキャラクターブルーです。こちらでいきます。はい、それではね、塗っていきたいと思います。今回ちょっと簡単に済ませたいので、サーフェサー拭きますね。それではね、塗ります。とりあえずこちらの赤いやつから。赤っぽいからね、ちょっと青ちょっと弱い気がするけど、まあ、とりあえずね、何回か重ねます、こいつは。内側も塗る感じで。こんな感じ。まあ、とりあえずね、やってみて。やっぱね、赤の上に青とね、こうちょっと色が全く違います。やっぱね、赤に塗ったやつはね、重ねないとダメですね。竹串の方からやりますね。こんな感じ。こんな感じでね、塗っていきます。とりあえずね、この青いパーツ、いい感じに塗っていきます。はい、はい、こんな感じですね。キャラクターブルー塗りました。結構ね、半光沢なのでいい感じに塗れてます。こちらね、赤い部分もね、まだ乾いてないですけど、いい感じに同じ色に、ね、なったと思います。ちょっと多めにね、重ねました。はい、とりあえずね、ブルーのパーツ終わりです。